はい、どうも、ふかです。こちら今日、なぜ紙に書いたあなたの理想は叶わないのかっていうことについて、教えていこうと思います。はい。で、まずこう皆さんに聞きたいんですけど、こうあなた自身こう自分のね、こう叶えたい夢とかあると思うんですけど、目標とかね、そういうのってまず紙に書いてますか？まずここがね、ちょっと第一関門だと思うんですけど、こう一つ言うのは、もう本当紙に書けば書くほど叶う確率ってのは本当すごい高いです。これもう自分の経験もそうだし、今までこういろんなね、億万長者の方とか、あの企業家の方に会ってきて、みんな絶対紙書いてるんですね、これ目標とか夢を。で、まあサッカーの本田選手とかね、まあイチロー選手もそうですよね。紙に書く習慣っていうのを、ね、中村俊輔とかもそうですけど、つけているからやっぱああいう風にどんどん自分が上手くなっていくんですよね。でこう絶対こう紙に書くっていうのは絶対これやってほしいんですけど、ただこう一つこれ注意点があるんですよ。注意点、いくらこう紙に書くっていうのもちょっとやり方、やっぱ方法があるんですね。やり方を間違うと実は違うものが引き寄せられてきてしまうんですよ。でこれ僕も本当に3日前ぐらいの出来事なんですけど、僕は今まあ彼女がいないからね、こう可愛くて夢をね応援してくれる彼女を作るっていうふうに書いたんですよ、紙に。毎日毎日もどうかな、こう1ヶ月ぐらい多分書いたんですね。で書いたんですけども、ようやくねこうなんか動きがあったんです最近。で何があったかっていうと、まあ、毎日こう彼女を作りまして書いたんですけど、その何が引き寄せられてきたかっていうと、その女の子とかじゃなくて、あのなんかこうインフォトップっていうそういうアフィリエイトのね、そういう会社があるんですけど、そこに可愛い彼女を作る方法っていうので、僕アフィリエイトリンクとか何も貼ってないんですけど、勝手に引き寄せられてきたんですね。それが4018円がなんかあなたが売りましたみたいな感じで、いや僕売ってないです、売ってないですみたいな感じで、そう勝手にその可愛い彼女を作る方法があなたのところから売れましたみたいな感じで載ってたんですよね。そうで実際そういう出来事が起こってきてしまうんですよ。で何がいけなかったかっていうと、具体的じゃないですよね全然。可愛くて夢を応援してくれる彼女を作るっていうのは、そう可愛くて夢を応援してくれる彼女っていうのが、そういうオーダーされてたんですよね、宇宙に。宇宙って言ったらちょっと怪しいですけど、そっちにオーダーされてたんですよ。だからなんかよ、その可愛くて彼女、可愛い彼女を作る方法みたいな、そういう情報商材が僕のところに戻ってきたんですよね。でこれね、これ反省点で、まあ実際紙に書いたことをこうやってね引き寄せるんですけど、何がいけなかったっていうと、実際それを引き寄せてから自分がどうなりたいかっていうのまで書かないといけないんですよ。いいです。だから例えば自分がね可愛くて夢を応援してくれる彼女を作るってんだったら、そっからねこうお互いがもう支え合って、なんかお互いがこうレベルアップして、すごくこう一緒にいて、もうこれずっとねなんか過ごしていたような、そういう時間を作るとか、なんかそう、そこまで書かないといけないんですよ。そう、可愛い彼女を作るだけだったらそこで終わっちゃうんですよね。で僕も以前こう他にもなんかこう、こういうメンターが欲しい、例えば、年収ねこれぐらいのメンターとか、例えばこうなんかベストセラー作家の人と長くなりたいっていう風に紙に書いたんですけど、確かに長くなれたんですよ。確かにそこあの知り合えたりセミナーもね開催できるようにはなったんですけども、そっから先は書いてないから、ちょっと信頼関係とかねごちゃごちゃになっちゃって、まあ、セミナーとかもちょっと中止になっちゃったりとか、そういう事件もあったんですよね。だからあなたがやってほしいのは、いいですか、こうならないためにね、こうならないためにあなたがその理想をまず一つ書きますよね。でその後にその理想を叶えた時に自分がどういう状態になっていたいのかっていうことまでしっかり書くようにしてみるっていうことです。いいですか、自分がどういう状態になりたいのか、理想を叶える時にどういう状態になりたいのかっていうことまで書くと、もうこれかなり正しいものが引き寄せられてくるので、これぜひやってみてください。今日のお話でした。ありがとうございます。